スウェーデン守護神、日本を称賛の自身のコメント。FIFA公式サイトがスウェーデン選手のコメントを紹介。なでしこジャパンは女子ワールドカップで2大会ぶりにベスト8に進出した。準々決勝ではスウェーデンと対戦する。FIFA ランキング3位の強豪国との大一番を迎える中、FIFA公式サイトは対戦国スウェーデンの守護神の日本戦に向けたコメントを紹介している。日本はザンビア戦、コスタリカ戦、スペイン戦と、11得点無失点の圧倒的な成績を残し、3戦全勝で決勝トーナメントに勝ち上がった。ベスト16のノルウェー戦で初失点を喫したものの、3対1で勝利。ベスト8では、FIFA ランキング1位で優勝候補筆頭のアメリカを撃破するサプライズを起こしたスウェーデンとの対戦を控えている。FIFA公式サイトでは、スウェーデンは4度の優勝経験を誇り、世界ランク1位のチームを破ったことで、最も困難な任務を終えたと考えるのも無理ないかもしれないが、決してそうではない。準々決勝では、大会で最も好調なチームである日本と対戦することになった、と取り上げ、ゴールキーパームゾビッチのコメントも紹介している。おそらく、日本は最高にエキサイティングなチームであり、今までで最も感銘を受けたチームだと思うと、今大会のなでしこジャパンの強さを称賛している。記事では、スウェーデンは日本に勝つことに自信は持っているが、それが簡単であるという幻想は抱いていないと締めくくっていた。鉄壁を誇るムゾビッチの壁、日本はこの牙城を崩せるか、今大会最強のゴールキーパーに挑むことになる。最大の壁、アメリカ戦エグかった。そんなに身長高くないのにな。チェルシーでは控えなんだっけ。ここ立て対決やな。うちには宮沢がおる。真っ向勝負や。ムゾビッチから点取ったら気持ちいいでー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。